あら、あなたはこんなところで会うなんて奇遇ね。今日はお休みで、ああ、確か研究所のお勉強会があったわね。それについてきたのね。そう。それで、今は休憩中？あら、私と同じね。そうよね。やっぱり、水の近くは落ち着くもの。不思議よね。この美しい水面も、噴水の上から流れ落ちる水も、弾ける水しぶきも、肌に感じる冷たい霧も、みんな現実じゃないのに。それでも、水辺にいると落ち着くの。本物の水だったら、こうして耳を澄ませば、水の精霊たちのささやきが聞こえるから、これが幻のことは確かめるまでもないのにね。ええ、私は湖の乙女。水の精霊で、それは私だけではないの。私たちはそう、姉妹のようなものかしら。ニミウェやエレイ、ニマーミ。湖の乙女は他にもいるのだけれど、名前以外はあまり伝わっていないようね。実はね、図書館で少し調べたの。私たちのことはどんな風に伝わっているのかしらと思って。他の人には内緒よ。なんだか恥ずかしいもの。ありがとう。あなたはいい人なのね。あ、ビビアンさん、よかった。あら、あなたは研究所の署員の人よね。どうしたの？顔が真っ青よ。あの、お休み中、休憩中ですよね。すみません、お邪魔してしまって。でも、あなたは優しいわね。この人の言う通りよ。何も心配いらないでしょ。その…どうしたの？慌てなくていいから、安心してゆっくり話すといいわ。ありがとうございます。それが、その誰かがずっと後をついてきてるみたいで怖くて。こんなところで後をつけられてたの？全然知らない人に？それがわからないんです。気配を感じて振り向くといなくて。でも絶対誰かついてきてるんです。ええ、わかったわ。疑ったりしないから大丈夫よ。落ち着いて。今は私もこの人も一緒にいるわ。はい、そうですね。ありがとうございます。周囲の検索とかはもうやってみた？いるはずのない知り合いが不自然に同じ場所に来ていたりとかは？それが何度か調べてみようと思ったんですが、もし調べてるのがバレて襲われたらと思ったら、調べるのも怖くて。それもそうよね。わかったわ。とにかく今は何があっても守るから安心して。はい。どう？彼女が来た方に誰かいるかしら？今誰かいたわよね。やっぱり私たちが辺りを見回すまではずっとこちらの様子を伺っていたのね。何なのかしら。あなたにも心当たりはないのよね。
全く思いつきません。休憩時間になったのでお昼を食べに出てきただけで、いつもと何も変わらないことしかしてませんし。何か重要なデータを持っているとかでもないなら君の悪い話ね。とにかく変な人がつけ回してるのは確かみたいだから、一緒に会場へ戻りましょう。一人にはしておけないわ。すみません、変なことに巻き込んでしまって。この人の言う通りよ。何かある前に私たちを見つけてすぐ声をかけてくれたのはいい判断だったわ。何事もなくてよかったわよ。さ、帰りましょう。はい、ありがとうございます。あら、どうしたの？急いで駆け寄ってきて。今日は私にご用？まあ、心配してくれてたの？あの、誰かにつけられてるみたいって怖がってた子のことよね。そんなに気にかけてくれてたなら、もっと早くに話せばよかったわ。それがね、実は彼女、あの後もたびたび誰かにつけ回されてるみたいなのよ。それで心配だから、一人で行動しないように私がなるべく一緒にいるようにしているの。今日は研究所内での仕事中だから大丈夫だと思うけど。私は昔からおせっかいなだけよ。アーサーに剣を渡したり、アバロンへ導いたり、ランスロットなんて18歳まで育てちゃったし。それに彼女は女性だもの。しかも戦闘なんてしたこともない研究員、か弱い女性ですからね。彼女と数日一緒にいて気づいたのだけど、許しがたいことに彼女をつけ回している相手、どうやら男なのよ。私もまだはっきりと見たわけではないのだけれど、体格からしておそらく間違いないわね。どれだけ用心したってしすぎということはないと思うわ。あら、私と同じ意見なのね。大げさだとか気にしすぎって人もいるのに、男はみんな獣とまでは思っていないけれど、知らない男につけ回されることが女にとってどれだけ怖いか分かってないのがいるわよね。ドルイドの構想ですらフラチモノはいるんだもの。見た目が素晴らしい紳士だとしても安心できないわ。だからもうしばらくはできれば彼女のそばを離れないようにしようとは思っているのだけど、彼女の精神的負担もあるし、早くフラチモノを捕まえたいわね。ありがとう。だったらぜひお願いしたいことがあるわ。いいかしら。少し間を置いてから彼女と一緒に外出するわ。しばらく護衛のようにくっついてたから、もう向こうも諦めただろうと思ったふりをしてね。その時になったらまた声をかけるから、離れたところから見張りに来てつけ回してる男を見つけてほしいのよ。助かるわ。頼りにしてるわよ。いいお天気ね。絶好のお散歩日和だわ。ええ、外出も久しぶりですから気持ちいいです。そうよね。このところ変な人のせいでちっとも出かけられなかったし。でもさすがにもう諦めたんじゃない？ヴィヴィアンさんがずっと一緒にいてくださってますからね。
本当にありがとうございます。気にしないで、誰かと一緒に過ごすのは好きよ。私意外と寂しがりなの。そのまま後ろは見ないでね。大丈夫、彼もついてきてくれているわ。何かあっても必ず守るから心配しないで。はい、大丈夫です。噴水のところへ行ってもいい？私やっぱり水辺が落ち着くの。ええ、もちろんです。行きましょう。いつの間に後ろに。でかしたわ。そのまま捕まえててちょうだい。え、先輩じゃないですか。あら、本当、同じ研究所員よね。この人見覚えがあるわ。あなたが彼女の後をつけ回していたの？怯えていたのはわからないの？いや、つけ回すだなんて、その別にそんなつもりは。たまたま見かけたので、どこへ行くのかなって。嘘ついてもダメよ。私はここ数日ずっと彼女と一緒にいたの。それも見てたでしょ、あなたは。ありえない遠回りをしたり、同じ道を三度も通ったりしてもひたすら後をついてきてたわよね。そんなたまたまがあると思う？いや、その声をかける勇気がなくて。往生際が悪いわよ。私、あなたみたいな女性の気持ちを考えずに自分の欲望だけを押し付けてくるような人を見るとね。石の下に閉じ込めたくなっちゃうの。暗くて深い地下にね。ちなみに昔閉じ込めた男は出してあげなかったわ。すみません、すみません、もうしません、許してください。笑顔で怖いこと言うのやめてください。本当に反省してるのね。人を好きになる気持ちは尊いけれど、こんな歪んだ愛はダメよ。はい、しません、二度としません。すみませんでした。あら、逃げちゃった。悪いけど所長さんに報告しておいて。何かしらの処分は必要でしょ。あら、いいわね。ああいうタイプの女性の敵はちょっとくらい痛い目見ても懲りないのが多いし。あの、ありがとうございます。お二人のおかげでやっと安心して街を歩けそうです。よかったわね。でもお手柄はこの人よ。連絡したらすぐ飛んできてくれたし、あいつも見つけて捕まえてくれたしね。いいえ、私にとってはどっちの方がなんてありません。お二人とも私の恩人です。ありがとうございました。せめて報告は私が自分で行ってきますから、お二人は休憩時間ごゆっくりなさってください。あらあら、恩人だなんて大げさだわ。もうあなたまで。あなただってずっと気にかけてくれていたし、こうして捕まえるのにも協力してくれたじゃない。同じよ、同じ。私たちお人よし同士ってことね。仲間よ、仲間。
それはきっとそう、あれよ、湖の乙女の性分なのよ。なんだか守りたくなっちゃうのよ。守護は私の性分なの。そもそも私のこの性分ってあなたたちの認知のせいでもあるじゃない。つまりあなたの責任でもあるわね。でしょ。そうそう、そうなのよ。そういうことにしておいて。